1番の田中和弘、現在シリーズランキングトップ、前回の美北1位、そして第1戦は第3位という結果で現在ぶっちりトップです。さあ入ってきました。あ、失速、今ちょっとシフトを見せました、ね、その後のフォローはきっちりとつなげている。さあそして今村陽一、おいさらに角度をつけて入ってまいりました。スピードが乗ってる、この FD をよくあそこまで柔らかく動かしますよね。FD ってもっとねピーキーな車なんだけどもね、はい、そうですよね。さあ続いて入ってまいりましたゼッケンシリーズランキング3位、ブリッツワークス野村健、よくダンロップでこういう話ができるよな。きっちりとクリップを取って1、2コーナーもつなげてった。いいラインですね、全く問題ないところ、ラインは綺麗。久保野口で早いリッター枠な状態で入ってきた。すごい角度、これは久保野本番に強いシフトアップしたか、今すごい持ってき方だ、早いし角度もいい。これはストレート、土屋さんのように引っ張ってきましたね。これは土屋さん今のすごいんじゃないですか。これ500馬力あるんですよ。いやだから使い切ってる。現在シリーズランキング5位、寺崎源です。打ってきた、あっと宮川ヒット、お全然 OK、 全然 OK、 源さんがあそこまで攻めた、かっこいい、すごい。でもマシンが乱れない、ギリギリ攻めてきました、寺崎源。このコース絶対的な自信を持っている浅本、もういい感じ、いい感じ、いい角度だ、この角度はすごいぞ、この角度で持っていくのはすごい。あっとこれちょっとミスりました、アンダーでた、3コーナーちょっとミスりましたね、コーナーでちょっとアンダーが減点ポイント。吉岡の発力はいい動きしてますよ、柔らかいな、柔らかく入ってきた、柔らかい柔らかい、そして2コーナーに対しても綺麗に持っていきます。ジャンピングドリー、カウンター戻ってない。さあ続いてゴールドのマシン、トップシークレット三木隆二、スーッと入ってきた、いい感じで入ってきた。さあどうだ、こっから踏んで、ミキもいいよ、これは綺麗に柔らかいですね、3コーナーうまいよ、非常にハイパワーなこのマシンをうまくコントロールしています。今4コーナー今のフットブレーキうまいな。この丸太も初めてのシード入り、前回の美北検討いたしました。スーッと入ってきて一瞬音が切れますが、この辺の角度、そして2コーナー3コーナー、この辺の持っていき方は非常に柔らかい、柔らかいですね、スムーズな持っていき方をしている丸太、音がやっぱり進入の一瞬の音の消えるところですね。さあ続いて上尾だ、それでもこの角度、この角度持ってきた、さあどうだ、おい戻ってねえよカウンターが、上尾はミスを恐れないですね。いやあのね、上尾にとって今完璧な走りじゃないんですけど、半端じゃなく速いですね。フォローがめちゃくちゃうまいんだよ、あのスピードに上げなきゃいいんだよ、はい、はい、そうなんですよ、あそこでやる必要ないんですよ、でもやつはあそこのスピードで来なきゃ面白くないんだよ。さあそしてゼッケン12番田所よしふみ、結構踏んでますね、やっぱり田所振ってます、いいよ、おー、えらい角度をつけて、おい戻んない、おー、ギリギリ戻らず持ってきましたね、4コーナーのミスが、この重量級のソアラを使って上野貴弘、悪くはない、スーッと合わせたごまかしながら、そして決定、ごまかしてあーっと逆いった、大きなミス上野、痛いな、これは得点になりません、痛いな。さあ続いてタクチェイサー高橋邦明、ちょっと合わせてるな、あやっぱちょっとストレートが遅いな、豪快な走りっぷりがちょっと消えましたか、さあ入ってきました、踏んでる、いい角度だよ、踏め、柔らかい、1本目より全然柔らかい、非常にスムーズにつなげる、3コーナーもさっきよりクリップを取ってぐーっと持っていく、青いシルビアトラストワークス、はい、平岡秀夫、リミッター当ててる、角度もいい、リミッター当てきた、持ってった、おーこれはやばい、もういっぱいいっぱいですかっこいいよこれ、これは持ってきました、これは拍手でしょ、これ拍手ですよ、これお客さんのやっぱ肩の上下が必要です、これ、ね、かっこいい。さあ続いて前田健です、いい角度、いい角度、おいそしてあーっとミスった、ちょっとミスった、これはちょっと持っていき方をミスりました。さあそしてもう一人の今回のノリノリ男、風間康幸です、踏んでますね、おいいっぱい角度 OK、 角度もいいよ、おい一リラインを戻ってうなずきながら回ってったから成功、これはかっこいい、小口出てまいりました、期待したい男ナンバーワン小口義則、踏んでます、おっと小口、クラッシュ、土手上がり、
フロントバンパー、リアバンパー大きく遊ぶ、丸太を落としました。もう小口の気持ちにね、はい、物がついてきてないですよね。小口のはね、もうすごい感じで、俺はここまで行きたいんだと。そう丸太一本ぶち飛ばしました。さあ丸太じゃないですね、丸太じゃないです、まあ、踏んでます、踏んでる踏んでます。おっとリアバンパー飛んでった。まずリアバンパー1個、おかっこいいよ。うわっと流れた、強引に踏んでる。踏みっぷりはいいですね。いいよ、はい、今ね、はい、2コーナークリップはつけなかったけど踏んでいきましたからね。速いからいい、スピードがあるからいい、はい、さあ出てまいります、はい、シーウエストワークシルビア宇都宮秋典から出てまいります。出ます、踏んでるいい形で、おお、きれいと、おっと宇都宮が繊細なコントロールをしているぞ。きれい宇都宮ステアリング操作が素敵。さあ続いて富田俊一です。早いああ持ってった、うまく持っていきました。いいよアクセルの入れ方いいですね。いいですね、持っていき方がね、うん、パッ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 ってのがいいね、はい、この男にコースはありません。高橋博史です。おお、いい角度、おお、やらかい、おお、カウンター戻ってない。これはおー、つなげた、かっこいい。やっぱりこの男は本番強いっすね。強いね。田中くすまり39歳、親父取りの意地を見せたいところだ。踏んでる。今度は踏んでる。踏み切った。いや、めちゃくちゃ踏んでますよ。いい感じ。これいいんじゃないですか、これ。では決めました。さあ、補欠から、後谷。なんとか勝ち上がりたいところ。踏んでますね。振ってきた、後谷。豪快に繋げます。あったー、なぜか審査員リアバンパー遊んで喜びます、はい、いや、良くないんですよ良くないんですよね、本当はね、はい、だけどなんかトタニだと派手派手系で OK になっちゃうんだ。さあ村尾慎吾 FC 村尾踏んでるよ、踏んでます。あー、ちょっとミスった。なんてこった、抑えすぎてしまった。本当もミス。日比野のドラポジが、ね、好きなんですよ。なんかさあ振ってきた、頭が前に来てる。あ、ちょっとコースを外した、リップを外して、また溝、減速、溝に落ちて減速です。失格、はい、失格です、もう失格です、失格です。なんとしてでもベスト16残りたい林田和成。ほら、あそこで合わせる。あ、全然回転が上がってない。あっと、やはりこの辺の迫力だ。ちょっと欠けてしまうのがやはり進入の踏みっぷり。ドリフトはうまいんだけどね、はい、高田良次、シャルマンの走りはどうだ。おいおい、踏んでる。マジでいいですね。いいね、いい角度をつけて、そしておー、減速しました。はい、減速食われました。あの、二輪とも落とすともうダメですね。そう、これ星野ってあれだろ、はい、オリドがドリフトやってる頃、オリドの同期です。そうだよな、はい、お、かっこいい、きれい、いい角度でスーッと持っていきました。このカクカクが昔ドリフトでオリドに負けた理由じゃないかな、ね、じゃあ未だにそうなんですか、おースピードが乗ってる。おお、カウンター戻ってない、乱れない。それでも踏み切った。ですかね、すごい勢いだ。あんただよ本当に。これはね、はい、これからの D1 が期待できるね。ですね、うん、やつは長塚直之、踏んでる。あ、踏んでます。あっと、これはストレート上でスピン。さあ続いて吉川香織です。ストレートでもう少しスピードが欲しいところ。あーっと、ちょっと浅いか、ちょっと引っかかったぞ。やっぱりあれですね、トラクションかからないね。さあ続いて松井幸男です。あ、シフトミスだ、ミスだ。これは完璧にミス、松井幸男完璧に直線状態でシフトミス。やっぱこの辺がやっぱこう、うん、やっぱまだまだと経験が、ね、うん、浅いなという感じはしますね、はい、さあ続いて出てまいります86トラック板倉秀夫、1コーナーから2コーナーにかけてのアプローチがポイントです。おー、いい感じ。それは違うだろう。それは持っていけないですね。でも踏んでましたね、踏んでる。板倉ね、車ちっちゃいですね、はい、カメラさんよろしいでしょうか。待ってます。彼にするのは年下好み寺崎太、若いやつには負けん、最年長40歳田中。さあいよいよここから追走、はい、一組目スタートしていきました、はい、寺崎源太田中くすのりの対決です。さあお客さん盛り上がってくださいよ、はい、お客さん
はい、あ傘を上下に、はい、傘振って傘振って喧嘩先頭さあ来た田中千鶴が追いかける形になった。さあ1本目どうだ。おー、ものすごい角度で寺崎健が流した。寺崎健流した。さあ田中くすのり若干戻った。田中くすのり戻った。さあ寺崎健はそれを関係なくきっちりとドリフトしてる。さあこれも田中くすのり大きなミス。田中ドリフトもめっちゃかしっちゃか、ね、できてなかったですね。めっちゃかでしたね。これはもう寺崎後ろを確認しながらのドリフトって感じでしたんで、こうなってくると、こうなってくると寺崎はただ普通にドリフトしてまで、はいはいはい、さあ無難に寺崎健がいければ勝ち上がります。さあ一組目、はい、今度は田中くすのり前、後ろから寺崎健です。まあ距離が近いぞ、かなりビタビタだ。つかアウトいっぱい寺崎健戻った。田中くすのり決まった。この勝負寺崎健の勝ち。寺崎健源さん今俺にドローン引っ掛けやがったなみたいなさあさあさあ出て入りました。好カード2組目、はい、ブリッツワークス、ね、野村健太、ここで第1回戦で当たってしまうカードがもったいないですね。うちのライオンは真っ白結界熊久保隊、僕のチワワは真っ黒結界ノムケン。いや近づいてます。いや近いよ。いや近いよ。それでも近いぞ熊久保。近いぞ。おいいいのか、はい、熊久保。熊久保がいい。当たってます。いやこれはちょっともう、いやこれどうしよう。いやあのね、いやすごい強い今ノムケンのスピードに合わせたクマはすごい、はい、いやもうどんな速度でこれはやる刺すこと、ね、感動もんですよ。さあ入れ替わった、はい、クマクボは前、後ろからノムケンが追いかける追いかける。さあ離れるぞ。これは辛い。どうだ。しかし両者ともに大きなミスはない。少し間隔が空いてるか。あーこれ取ったノムケン、やっぱり戻る。ノムケン戻った。いやちょっとスピードの差がありすぎましたね。いやスピードの差っていうかね、クマの、いや僕もテクニックのような、クマのあのテクニック、うん、俺が教えた通りいやできないでしょ今世紀最大のおっちょこちょい風間対甘いマスクで夜は表現うつみ。いよいよここからスタートということになります。今何を考えてこの2台が走るのか。どっちも悪くないよ。悪くないですね。どっちもいいよ。内海もね、午前中より全然良くなってる。前が風間、そして後ろから内海が追いかける。1本目です。振ってきた。振ってきても速い。そしてそれを詰めるぞ内海が。さあどうだ。詰められない。全く動じない。詰められない。風間同時ない。さあこの辺でくっついてきたか。詰まってる詰まってる。かなり詰まってきた。今の2コーナーから3コーナーにかけて内海がちょっと詰めた。若干風間有利。さあ入れ替えました。内海が前、そして後ろから風間が追いかける2本目。さあどうだ。風間がミスった。風間完璧に進入のきっかけ。これで内海が大きなミスがなければこの辺も内海クリアしてった。これはどうやら決まりました。3組目ベスト8勝ち上がり。風間も決定フリー。あの FD はいずこへ春口対近頃美白効果抜群平岡。続いていよいよ4組目春口対平岡。これも美味しい組み合わせだね。はい、あ春口さすがあなたなんてこった。スタート地点の前におい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 、これは大きなミスが春口ありました。最終コーナーで早くもフロントバンパー、そしてリアバンパー破損の春口スタイル。平岡からしてみればホワイですね何をやってるんでしょうこの男は。本番になります。さあ出ていきます。どうでしょう、はい、さあどうなりますか。両者ともにタイヤが十分に温まってない状況の中の1本目春口来た。そして平岡が平岡打った。春口もいい。春口アンダー。春口アンダー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 。春口アンダーアンダー。あー詰めた。決まった。決まった。いや春口ね今1コーナー2コーナーまではね伸びがあった。あれあれれれあれれれすいません平岡完璧なアドバンテージだったんですけど。平岡もね今ね、2コーナーから3コーナーの春口のねドアンダー見てますからね。そう何ももうねそこまでっていうのはあったんですけどもね。そうそうそう。さあこれで入れ替えになります。4組目入れ替えです、はい、平岡が前、そして後ろから春口が追いかける展開になりました。入ってきた。柔らかいね。おっとだ。
ものすごい状態記録。おい、おーっと詰め、あー戻った記録。あ、でも原口アンダー、原口アンダー、原口アンダー、そして記録は戻った。さあ、そして3、4コーナーは原口がドリフトしていない、ドリフトしてない、ドリフトしてない、難しいぞ、ドリフトしてない。さあ、ここはアンダーだ平岡、平岡もうボロボロだ、両者ともに、両者ともに。四角四面の元日本軍吉岡隊、牙を抜けば訳あり漏れる戸谷。さあ、両者ライトオン、おー、戻ってきた、同じような振りで、おー、ゴブ、ゴブ、さあ、戻ったか、再び戻ったか、ゴブ、そして2コーナー、いい感じだ、これは戸谷も負けていない、そして吉岡も大きなミスが、あー、あー、飛んだな、飛んだな、これね、今、はい、若干ね、戸谷ね、1コーナーでちょっと失敗してるんですけど、ね、ただね、た大きな失敗じゃなかったんですよ、大きな失敗じゃない、一番大きなミスは、あの4コーナーの吉岡のミス、目に見えたアンダーの方が、ポイントとしてはマイナス。さあ、なんと戸谷がビッグチャンス、これをものにできるかどうか、戸谷のりつんが前、その後ろから吉岡俊樹、さあ振ってきた、ノリノリだな、ノリノリになってるね、ノリノリだ、あー、吉岡が、なんだ、吉岡がもう完璧におかしい、おいおいおい、これはダメだ、吉岡決まった、全く取り方ができない、吉岡ここから4コーナー、5コーナーを無難に、はい、片や戸谷ノリノリできっちりとドリフトをしてった、ノリノリ OK ですね、OK、この勝負明らかに戸谷の勝ち。ドリキン叩いて大満足今村隊、社長は国際行政処分男ミキ。続いて出ていきます、これも注目のカードということが言えるでしょう。6組目アペックスワークス FD 今村陽一、対するはゴールドのエース1号ミキ隆二です。さあ振ってきた、同じような振りで、おい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 、さあいい感じできたぞ、あーミキエンジン吹けない、ちょっとエンジンがバラついている、いやーもうミキはレブっちゃってるんですかね、レブってんですかね、あれも、あそっか、さあそしてこの辺待ったが、ミキのアンダー、ミキアンダー、これね今回4コーナー5コーナー結構意外な大きなポイントですよ、片や今村はノーミスだ、美北の一発決めたあの角度を、はい、やつは自分のものにしたね、してます ね、 すね、この雨の中ね。さあそれでも何が起きるのかわからないのがこの追走入れ替えになりました、ミキが前後ろから今村だ、ミキはなんでこんな動揺するかな、アドバンテージは今村だぞ、いい感じ、さあどうだ今村、大きなミスがなければいいんですが、いいですね今村、いいねいいね、あーもう OK です、まあ、ここまで来ればって感じがありますね、はい、ただこの4コーナー5コーナー今日結構みんなミスがありますからね、大きなミスがなければ大丈夫だ、はいはい、さあここもクリアした、クリアしたぞ、最後のコーナー一つ、これを回ればこれで決定です、 OK です。実際見ると三頭身上尾対ぶらさんなければ子供顔富久田、上尾が前、そして後ろから富久田俊一です。下馬評では圧倒的に上尾なんですが、しかし分かりません、はい、これは本当にどうなるか分からない1本目、踏んできてるよ、すごい振りだ、この振りはものすごいぞ、だって富久田が追いつく、あ、アンダーアンダーアンダー富久田アンダー、あーあーミスだ、大きなミス、惜しいな、いや今ね上をね1コーナー立ち上がりちょっとね、はい、アンダーになっちゃってるんですよ、で富久田は富久田、2コーナーで多少さらにエンスとしてゴブだったんですよ、そこまで壊れた、ちょっとなんかあそこの打ちましたね、はい、ヒットしましたね、ゴトッって言ったね、ゴトッて言いましたね、すぐ直んないだったらもう失格です、うん、はい、これはどうやらこのまま修理をすぐにはできないとできないドライブシャフトいうことになりそうです、ドライブシャフトの破損ですか、はい、さあこれで不戦勝上尾勝弘と、はい、いうことになりそうです、戦わせて上尾勝つと、はい、期待に応えるサーカス走り高橋対ナビでイメトレしています末永、これも面白いカードだよ、はい、そうですね、うん、はい、これも面白いカード、いいカードになりました、うん、末永正雄は今年の第2戦美北で10位2ポイントゲット、片や高橋正弘まだいいところがありませんがベスト16残っています、さあベスト8あと一つの座をかけた高橋末永の対決、どのような対決になるか、入ってきた踏んでる高橋、末永いいよ、はい、綺麗、あそして末永も大きく知らないぞ、高橋も負けてない、うん、高橋も負けてない、高橋もミスないですよ、これは両者ともにミスがない、両者ミスないですよ、両者ともにミスがない、これはこれミスないですね、あゴブ、これは綺麗な2台でしたね、うん、さあどうだ、全く振らないで高橋がここで入ってきた、あーミスた、高橋がまず1コーナーミス、非常に大きなミス、さあここでくっついていく、高橋が入った、入ってきた、
ものすごい状態で食らいついていく。そしてあー戻った、あー戻った、アンダー。これは大きなミス連発、高橋この勝負決定です。はい、さあということで1回戦ベスト16、8組の対決が終わりました。はい、初めて決着出揃いました。それではベスト8、この熊久保信重現在シリーズランキング第4位、はい、第1戦筑波で優勝しております。その筑波での走りはものすごい鬼神の走りありました。しかし対するは寺崎源、ここまで第1戦第2戦ともにポイントゲット、第1戦5位、第2戦7位、着実にポイントを積み重ねてきております。当然もう一歩この先ベスト4、熊久保を破って上がりたいところ。さあどういった対決になりますか。寺崎源対熊久保、出ていきます、はい、出ていきます。いよいよここからベスト8、1組目。さあこの2人は今日ノリノリです。さあ来ました、ストレート、まずは寺崎、そして後ろから熊久保が入ってくるぞ、入ってくるぞ、近い、やばい、あった、熊えらい、すごいな、これはなんであれで避けられんの。あれはね、はい、やっぱね、普段ね動物と接してるんで、はい、動物的感っていうんですかね。本当かね、さあこれはもう普通に熊久保前ですからね、もう普通に回ればこれはベスト4に行けます。さあ入れ替え、熊久保後ろから寺崎健だ、さあどうだ、入ってきた熊久保、この辺逆に変なプレッシャーがかかる、源さんだ。さあ大きなミスが熊久保になければこれはもうベスト4進出間違いなし、スピンさえなければもうそうほぼ OK、 これはあとコーナー一つ、見事にベスト4進出、熊久保決まった、決まった。ベスト8、2組目になります。宇都宮明則対春口充、宇都宮も今日は安定感がある、すごい安定してる、すごい安定してる、ビタビタで来てる。さあくっついているか、宇都宮戻ってきた、いい角度、あーちょっと戻った、春口戻ったちょっと春口戻った。さあ2コーナーから3コーナーにかけて食らいつく、入ってきた。さあこれで宇都宮が大きなミスがなければいい。さあものすごい状態で綺麗に動じない宇都宮、これはいい勝負だな、これいい勝負、すごいいい勝負。あーあーここ、あー2人ともあそこアンダーでしたね、あー2人ともアンダー、今度は春口充が前、後ろから宇都宮負けて、おーいい感じだ、両者ともにいい感じ、宇都宮いいよ、いいですね、宇都宮いいよ、追い詰めた、戻ってない、大丈夫です。これは宇都宮果敢に攻めた、取り上げた、戻ってない、強引に戻ってない、ひどい走りだけど戻っていない、オッケー、オッケー、これは根性勝ちですね。ローレル対 FD、これが普通に互角に戦えるとは普通思えないんですか。意外と何か面白いことが起きるかもしれない、落とし穴があるかもしれない。さあ戸谷振ってる、角度戸谷すごい角度、決められる、そして見つけて、ここから当然今村が詰める、距離は難しいと今村いい、詰める、これは詰めすぎて戻らなければ今村がいいぞ、おお、インに入った、完璧にインに入りました、もう舐めてるよ、おー、インに入った、はい、決定って感じだよ、これあの距離でドリフトするってのはすごい難しい。さあ、片や戸谷も本当に頑張っています。はい、ここもなかもな、第4に睨まれたネズミみたいなね、本当ですね、入れ替えになりました、アペックスワークス今村陽一が前、後ろから C33 ローレル、戸谷乗り継ぐ2本目、ものすごい角度できた今村、これはノリノリだ、ノリノリの状態、これは戸谷が追いつくのはやはり若干酷というものか、これは完璧な走り、どうだ、フロントバンパーが絡んだ、決定、はい、さあいよいよラストの組になりました、ベスト8、上尾勝弘対末永雅夫の対決になります。男だね、全開です、全開です、この男は常に全開だ、おいさあめちゃくちゃかっこいいぜ、皆さんどうなんですかあれ、あのね、
限界を超えてる。超えてますよね、この路面でですよ。男らしい。何ですかあの角度は。末永の走ってんだけど、はい、目に入らなかったもん。申し訳ないけど俺今末永走ってるの全く見てないもん、はい、私見ましたけども非常に地味でした。雨の中で3人入れてうわーんって踏んでから横にしてんだよ。あ、出ていきました、ベスト8ラストの対決です。あれはね、はい、オリドでもできない。僕じゃ絶対無理ですね。俺にも無理。さあ来た、はい、来ました。末永前、後ろから上尾が追いかけます。おー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 てきた、おーおーおシルビアに対して、おちょっと大丈夫大丈夫大丈夫、それでもくっついていく。全然大丈夫。若干戻りましたが、それでも立て直した。全然大丈夫。さあ、もうどうしようもないな、こいつの走りは。で、雨の中のアクセルの踏み方じゃない、うん、ないですね、うん、はい、全然ないですね、もうね、雨とか関係ないですね、もう。いやー恐ろしいね。いやー驚きました。俺たち勉強しような。勉強しましょう。宇都宮が初めてベスト8からベスト4、ベスト8も初めてだと思うんですよ。宇都宮にとっては今のポジションは初めてです。今まで宇都宮でいい走りをしてるんですけど必ずミスがある、はい、うん、マシントラブルがあったりとかですね、ありましたね、はいはい、今回は乗ってますよ、はい、なんとかここまで、ね、上がってきましたからね、はい、宇都宮にとってはもちろんチャンスですよ、これ。神戸のボー君ノリノリ、そうですね、はい、うん、これ熊久保が大きなミスさえすれば、ミスがあったらですよ、宇都宮決勝行くんですからね。分かんないことだよ。いや、ありますからね。すげえことだよ。おそらくですね、我々ここでこんなことないこと言ってるんですけども、あそこのスタート地点はですね、もうものすごいことになったね。ものすごい神経です。ものすごい緊迫。さあ、それでは高校準決勝行ってみたいと思います。はい、行きましょう。ベスト4準決勝一組目、熊久保信重対宇都宮明則の対決になります。決勝戦をかけた最初の戦い、熊久保対宇都宮明則、一本目。さあ、来た来た、ぴったりと宇都宮ついている。ビタビタだ宇都宮、ビタビタ、ビタだ宇都宮、うまくも、そして宇都宮だ。どこまで踏ん張れるか宇都宮、宇都宮綺麗、宇都宮いいっすよ、いいですね、これ見た、宇都宮出た、アウト宇都宮出た、ものすごいコースアウト、宇都宮スタイルだ。やっぱり熊久保。いやこれね、今ね3コーナーまで宇都宮の方がポイント高かったんですよ、ね、さあフロントバンパー外して宇都宮が出れます。さあ何としてでもアドバンテージ、大きなアドバンテージは熊久保なんですが、ドロー落としていいですね。やはりですね、もう1本行きたいところ、当然まだ負けたわけじゃないんです。音が怪しいと、あ、音がばらついてるな、パイピング抜けてるかな、これはやっぱりどうやらダメージがあったようだ。しかしここで修理は当然できません。さあ、ダメです、ダメだ、やっぱり残念だ。この時点で熊久保決勝進出、はい、宇都宮明則頑張りました。しかしコースアウト、その影響で走れません。宇都宮に拍手、宇都宮に拍手。の2組目、準決勝2組目の対戦を待つだけになりました。熊久保、この今村洋一、毎回この準決勝に来るんですが、この先がないんです。第1戦4位、第2戦3位、さあ決勝進出をまだ果たしていない、はい、この準決勝2組目、今村洋一、さあ来ますよ、上尾和弘の対決1本目です。去年のチャンピオン上尾、さあ対するアベックスワークス今村がどういった戦いを望むのか。さあ、おお、飛距離、飛び込み、今村、おっと落としてきた、上尾が落としてきた、飛距離で来た、飛距離で。さあこれはものすごい状態で4コーナー食らいついた、上尾戻った、うわ接近戦。いやー大きなミスはないんですが、要所要所で細かいミスがありました。アドバンテージありましたね、はい、入れ替えになります。今度は上尾勝弘が前、後ろから今村が追いかけます。どういう対決になるか、準決勝2組目2本目、今村距離近いぞ、今村がくっついてきたぞ、入り込んだ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 、今村が入った、戻らない、こ
これはなんだ今の距離は。さあこのまま大きなミスがなければ決定するぞ。決定、決勝、おい、すごいですよ。なんだ今の。じゃあさあ多分でこれはね今村がですね。何今の。熊久保とかのあのイントリを褒めてたじゃないですか。はいはいはい。で今村のこと何も触れなかったんで、俺にもできるぞと。怒った。はい。俺にもできるぞと。俺のことも少しは褒めろと。褒めろと。そういう走りでしたね。今のは褒められますね。今のはすごい、あの距離は。はい、うん。びっくりしましたね。あの距離のあのドリフトはすごい。はいはい、決勝進出を発表したいと思います。さあそれでは、はい、結果発表。はい、決勝進出の2名を発表したいと思います。熊久保対今村。今村陽一今シーズン初の決勝進出。はい、まあ、じゃあ今村のこともこんだけ褒めればもう十分じゃないですかね。十分、いよいよスタンバイできた模様です。D1 グランプリ第3戦スゴー、いよいよファイナル決勝戦、熊久保のむしげ今村陽一の対決スタートしていきます。さあ来ますよ、お客さん、お客さん、お客さん、さあこれで決まります。まずは1本目。さあ、おビタ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 、さあ今村がビタビタくっついてるぞ。インガーに入って飛び込んできた。おー、角度だぞ。狙いすぎた今村。このすごいミス。これはやってしまった今村。今ね、今村あんまり手前から過ぎないかっていう感じがあったんですけど、行き場がもう少しなかったですね。まんまとちょっとやっぱり行き場がなくなっちゃいましたね。飛距離が長すぎた、飛距離も長いし角度もあった状態で完璧に遠赤カットになっちゃいましたね。これはちょっと、もうこれは本当に大きなアドバンテージを持ったまんま入れ替えになります。はい、はい、今村が前、後ろから熊久保の2本目だ。ラステミの陽一。さあ今村1本目を忘れて思いっきり走りたいところだ。それを熊久保が後ろから追いかける。大きなミスが熊久保に。今村が詰められない。今村全然いいんですよ。熊久保が詰められない。今村はあるんです。しかしあまりにも1本目のミスが大きすぎる。熊久保もね、もう完璧、無難に無難にって考えてるんじゃないですかこれ。これは熊久保も詰めてきません。もうわざわざ詰めてこない。これは熊久保走り切った。ちゃいましたね。これはもう決定です。はい、決勝戦決定いたしました。最後に今村の強さが出ましたね。さあ D1 グランプリ第3戦、雨の中で行われました最後のバトル、はい、決勝戦熊久保対今村陽一の戦いもこれで全て決定いたしました。はい、終了。どっちが勝ったか分かんないですよ。この後の表彰式で発表したいと思います。早速、順位の方を発表していきたいと思います。はい、第3位、はい、上尾勝弘、第3位表彰台。はい、あゆえ上尾。さあそして、はい、第2位、はい、優勝決定戦をダメにした。はい、はい、これはもうだってあからさまに。でもどっちが勝ったか分かんないですよ。優勝決定戦をダメにした。男といえば、はい、怒ってます。大バカデブ。本当のデブ今村陽一。第2位準優勝。はい、それでは見事に今回準決勝進出、はい、全部ポイントゲット。今日のこの1日を全てダメにした男です。はいはい、優勝、はい、熊久保。熊久保のむしげ今季2勝目。あ、今季2勝目。3勝中2勝。はい、わー、2勝。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にもう雨大嫌いだったんですよ。もうあの前線の美北を見てご覧の通りあんな感じなんですよ。本当にもう怖くて車も壊したくないし、どうしちゃったんですかね。自分でも分かんないです。賞金30万円。優勝しました熊久保には30万円。はい、そして第2位の今村陽一には20万円没収です。あ、ごめんなさい、20万円授与。はい、はい、そして第3位の上尾和弘、賞金10万円。さあそしてプレディストン賞 は、 BS を履いた中での最上位ということなので、はい、帽子かぶってるのを見ると、あ、上尾ですね。あ、かぶってんだ。
あ、上尾だ、ま、上尾、上尾、あ、これは台無しにしたから決勝で。さあということで雨の中の第3戦これで全て終了ということになります。優勝は熊高ということになりました。3戦中2勝すごいですね。すごい、これはちょっと去年までなかった展開ですね。3戦中2勝の1回予選落ちと、はい、そう、どんな走りなんでしょうか。まあでもね、はい、次はなんと超高速サーキット、富士スピードウェイ、これは見ものですよ、はい、富士だったら俺ら出もらんできる、出もらんできますね、こいつら走ったことない、それは100R からもドリフトして落ちてきちゃう、100R からどのラインでヘアピンに入ればいいか分かってますから、すみません、そんな時間ないんです。あ、そうなんですか、はい、ね、はい、ということで、はい、次回第4戦は富士スピードウェイです、はい、さあということで優勝はくまくまでした。D1 グランプリ第3戦優勝者熊久保、第2位今村、第3位上尾でした。おめでとうございます、はい、おめでとう、はい、D1 グランプリ第3戦筑波に続いて2勝目をゲットした熊久保、総合順位トップは着実にポイントを稼いできた今村陽一となっている。ますます激化する D1 グランプリサーカス、次戦は南へと移動する。 Tell me what's wrong and why you never